細胞周期、細胞周期、細胞周期、セルサイクルは、一つの細胞が二つの娘細胞を生み出す過程で、起こる一連の事象、及びその周期のことを言う。細胞周期の代表的な事象として、ゲノム DNA の複製と分配、それに引き続く、細胞質分裂がある。細胞周期は、光学顕微鏡での観察に基づき、寒気、インターフリーズと、M M フェーズとに分けられる。間期はさらに G1 期、S 期、G2 期に分けられる。M 期は優位と分裂と細胞質分裂によって構成される。優位と分裂では姉妹染色分体が細胞の両極に分かれ、引き続く細胞質分裂では細胞質が割れて2つの細胞が生み出される。一時的にもしくは可逆的に分裂を停止した細胞は g l a と呼ばれる正式に入ったとされる。細胞が分裂し、生じた娘細胞が再びアリート分裂を開始するまでの間、つまり M 期と次の M 期の間を換気、インターフリーズと呼ぶ。細胞の成長、物質の吸収、生合成、遺伝情報とすべての細胞小器官の複製、また代謝など、細胞としての機能はこの時期に行われる。 新核細胞の多くは、大半の時間を寒気に費やし、次の細胞分裂、M 期に備える。寒期では、クロマチンは核膜に囲まれた細胞核の中に分散しており、個々の染色体を識別することはできない。核固定は、核内構造の一つとして確認できる。つむいとはまだ観察されないが、中心体は、核周辺に観察される。放射性体、RI。 ラジオアイソトープを用いて同調細胞の DNA 合成を強じ的に追跡することで換気は G1 期、S 期、G2 期の3段階に分けられることが明らかになった。各期は細胞周期チェックポイントで完了が確認されてから次の期間へと進行する。各期間と換気全体にかかる時間は細胞の種類や生物の種類によって様々である。 一般に哺乳類の生態の細胞で、換気は20時間ほどであり、細胞分裂全体のほぼ90%の時間を占める。M 期が終わり、DNA 合成が始まるまでの期間は、換気における最初の期間であり、G1 期、G はギャップを意味すると呼ばれる。G1 期は別名成長期とも言われる。この期間中、M 期では、 顕著に低かった細胞の生合成活性が再び高まる。G1 期では次の S 期で必要とされる種々の主に DNA 複製に用いられる酵素が合成される。また、細胞小器官の合成も盛んで関連する構造タンパクと酵素が多量に消費されるため細胞内の代謝が活発な器官でもある。G1 期はさらに4つの小機に分けられる。これらの小機は 成長因子、栄養供給、温度、その他の疎外因子により影響を受けうる。S 期に入る前に G1 期を中断し、休眠状態の G0 期に入る細胞もある。G1 期の長さは様々で、同種の生物でも細胞によって異なるが、24時間ごとに分裂を繰り返しているような、活発な人の細胞では、G1 期に約9時間かかる G1 期の終わりには、 細胞周期チェックポイントがある。これは DNA に欠陥がなく、細胞の機能が正常なことを確認する一連の安全機構である。機能的にはサイクリン依存性キナーゼ、CDK がこの役目を果たしている。G1 期、CDK タンパクは様々な遺伝子に対して転写因子を活性化する。これらの遺伝子の中には DNA 合成タンパク質や S 期、 CDK タンパク質に対応するものも含まれている。G1 期に続く S 期、シンセシスフェーズの略は、染色体 DNA が複製される時期である。S 期では、DNA ヘリカーゼが二重差 DNA を解列して一本鎖を作り、続いて、DNA ポリメラーゼが、双方的塩基体を結させることで2本の二重差 DNA が生成される。DNA 合成が完了し、 すべての染色体が複製されたところで S 期は終了する。S 期の間に細胞内の DNA 量は実質2倍になる。S 期では RNA 転写とタンパク質合成の速度は非常に低い。しかしヒストンは例外的でほとんどのヒストンが S 期に作られる。中心体も S 期に複製される。DNA の複製と中心体の複製は独立に行われるが、 その進行には多くの共通の因子が関係している。結果的に細胞分裂に必要な細胞内の遺伝物質の複製は S 期で完了する。S 期では DNA の損傷が頻繁に起こるが複製の完了とともに DNA 修復が始まる。修復が不完全な場合は細胞周期チェックポイント機構で検知され細胞周期が停止される。 この段階を通過すると、ほとんどの細胞は、細胞周期を途中で停止しない。DNA 複製が完了してから、M 期に入るまでの期間を G2 期と呼ぶ。G2 期では、再び盛んなタンパク質合成が行われ、主にアリート分裂に必要な微小管が作られる。一般に、間期の中では G2 期が最も短く、例えば人の細胞では、 多くの場合4から5時間で終了する。G2 期には G2、M チェックポイントがあり、細胞が M 期に進めるかどうか判断している。M 期、マイトティックフェーズの略には、有糸分裂、マイトーシスと細胞質分裂、サイトカニーシスが行われる。有糸分裂は、ほとんどの細胞において約1時間程度で終了する。有糸分裂は、 染色体の胴体の光学顕微鏡での観察に基づいて前期、前中期、中期、後期、周期に分けられる。前期では染色体の凝縮、染色体凝縮が起こり、この時期に染色体が顕微鏡下で観察されるようになる。中期に入ると角膜が消失し、染色体が赤道面上に並ぶ。防水体もこの時期に完成する。後期では、 セントロメア付近で結合していた姉妹染色分体が防水体に引っ張られるような形で分離し、極方向に移動を開始する。周期では分離を終えた染色分体が脱凝縮し、その周囲に角膜が再形成される。また、この時期から細胞質分裂が始まり、細胞分裂が終了する。有意と分裂は生物種によって異なる様式をとる。 例えば、蒸気のように、動物細胞では、核膜が一時消失する、開いたアリート分裂、オープンマイトーシスを行う。一方、質が酵母、サッカロミセスセラビシオの菌類では、M 期を通じて核膜は崩壊せず、細胞核の中で染色体が分かれる、閉じたアリート分裂、クローズドマイトーシスを行う。一般にアリート分裂と細胞質分裂は、 連続的に起こる。しかし、一つの細胞に複数の核が存在する状態を経る生物も多く知られている。心筋、変形筋が代表的な例であるが、その他の生物にも見られる現象である。動物においても例えば黄色症状映えのある肺、発生段階では、有意と分裂と細胞質分裂が連続して起こらないことが知られている。G 0期は、 細胞分裂も分裂の準備も行われていない G1 期が延長している状態ととも細胞周期から分かれた活動停止状態とも捉えられている。また神経細胞や神菌細胞などは細胞分化の果てにやり糸分裂の後分裂を止め成熟し残りの寿命期間を本来の機能を発揮し続ける。これらの細胞にとって G0 期は 細胞周期外の非分裂状態にあることから G 霊期はアリート分裂後とも言われることもある。細胞質分裂をしない、多角筋細胞も G 霊期にあると表現される。アリート分裂後という用語は、時折 G 霊期と細胞の老化の両方を示す際に使われる。多細胞進化生物における非増殖性細胞は、一般的に G1 期から G 霊期に入り、長期に 時には、神経細胞の場合などは、特に無制限に G-0 期に留まることがある。完全に細胞分化した細胞のほとんどは G-0 期に入る。細胞の老化は、子孫細胞が成長できなくなるような DNA の損傷や劣化に反応してなる状態である。細胞の老化とは、損傷を受けた細胞を自己破壊するアポトーシスの生、科学的代替手段とも言える。 細胞周期の進行は CDK、サイクリンディペンデントキナセ、サイクリン依存性キナーゼとサイクリン、サイクリンの複合体によって制御されている。CDK、サイクリン複合体は細胞周期を前に進めることから細胞周期エンジン、セルサイクル、エンジンと呼ばれる。動物細胞では複数の CDK、サイクリン複合体が細胞周期の進行に関わっている。 G1 期から S 期へ進むには CDK2 サイクリン E 複合体 S 期から G2 期への進行には CDK2 サイクリン A 複合体 G2 期から M 期への移行には CDK1 サイクリン B 複合体の活性が必要である CDK1 は CDC2 とも呼ばれ必要な時に必要な複合体のみ活性化するために細胞内では 各サイクリンの転写の制御や指基地に依存的な分解、CDK リン酸化、脱リン酸化などの就職による活性の制御が行われていい。正常な細胞分裂を保障するために G1、S 期など重要なところで細胞周期の進行を正常に行えるか監視するポイントがあり、これを細胞周期チェックポイント機構という。細胞周期チェックポイントは、 DNA 未複製チェックポイント、防水体集合チェックポイント、染色体分離チェックポイント、DNA 損傷チェックポイントからなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。